はい、皆様こんにちは。お元気でいらっしゃいますか？今回はスタンダードモーダンセクションのワルツとかスローフォックストロットのヒールターンを一緒に練習してみたいと思います。頑張りましょう。ヒールターン、少しだけいろいろなコツがあります。はい、皆様、こんにちは。ダンサー内藤でございます。今日はですね、女性の特に皆様に朗報といいますか、ヒールターンですね、スタンダードのヒールターンの、まあ、極意というと大げさですけども、こういうのを解説してみたいと思います。一緒に練習いたしましょう。では早速始めますね。ヒールターンというのはもう文字通りヒールでこう回転するといいますかね、この、まあ、社交ダンスというのはその、まあ、ヨーロッパのですね、宮廷舞踊のような、まあ、そういう夜のパーティーのですね、延長というか、そういうのの、まあ、あの余興といいますかね、そういうのの、パーティーの時の、まあ、この催し物というかね、そういう行事なので、女性の方もね、このイブニングドレスをお召しになるので、そこで、スニーカーとかは雰囲気に合いませんので、まあ、ハイヒールというかピンヒールのね、靴で踊っているわけですね。ですからピンヒールのこの靴というのは宿命ですからね。でそうするとそのままヒールを利用して、回るというのも、おしゃれな感じですよね。でまあそういうところからこの社交ダンス、特にスタンダードにはヒールターンというのがございます。それで今何を言いたいかというと、ヒールで回ることを言うわけですけども、定義的には、その部分をもちろん含めて3歩のことを言うんですね。だからヒールターンでしても、こうやって一歩でヒールターンして終わっちゃうのはヒールターンと、まあ、ダンス用語としては言わなくて、例えば右足を下げて左足を揃えつつ、右足のヒールで回って、次で左足に体重を移して右足を前進する、とね、このワン、ツー、スリー、こういうセットをですね、まあ、ヒールターンというわけですね。ですから例えば右足を下げてこうコルテというステップがワルツでありますが、下げてヒールターン的にするんだけど、揃えてそこに降りるということは、時のようなものは、まあ、あまりヒールターンとは堂々とは言ってないんですね。実質ヒールターンなので、まあそうね、あの会話的には、日常会話的にはそう言っても構わないと思いますね。では今の3歩ですね、しましょうね。ちょっと軽くやってみましょうね。ワン、ツー、スリー、でどうせだからここから今度反対側のヒールターン、ワン、ツー、スリー、ね、では留意点とかね、先にいろいろ皆様のね見て思うことを言います。まずヒールターンしようと思うんですが、この足が速すぎてワン、こうなってしまう。そしてまあ一応回るんですが、こうなってしまう方多く見受けられますね。それに相手もあることなので、自分一人で結構器用にね、器用に綺麗にワン、ツー、スリーとできたとしても、ワン、ツー、スリーできたとしても相手に押されてしまうね。相手に押されてしまってワン、足が開いてしまう、ツー、スリーというのもたくさん見かけます、見受けられます。それとかワン、ツー、チャップリンのように足が開いてしまう、ちょうどビフォアアフターですね、ヒールターンをする前、ビフォアとしたあと、アフターが同時に存在するような感じで開いてしまう、これもよく見受けられますね。あと足がうまく揃わないね、こうやってやっぱり開いた状態で回ってしまう、あまり行儀のいいものではありませんね。そこら辺を踏まえて、一緒に練習しましょう。でまずこういうふうにですね、少し、右足を回転を予定して、こういうのを内旋と言いますね、内旋もしくはターン
インと言いますね。インに回転する、つまり内側にね、ちょっと内股みたいになる。そして、ヒールターンの準備をするべく下げますが、この時にこの足をですね、早く下げないようにしますね。ヒールで寄せてきます。むしろここでちょっと相手に抵抗するぐらいがちょうどいいんですね。ヒールターンということはもう揃えるので、例えば普通のターン1、2なんていう時はこの左足はここからここまで80センチぐらい移動させるじゃありませんか。それを思えばヒールターンは揃えるわけですから、40センチで済むので仕事は楽ですね。ですから、ね、こうやってターンインして足を置いたら、ちょっと抵抗するぐらいヒールを残しますね。一番重要なポイントはある意味これですね。今説明したことが一番重要です。皆さん焦ってしまってこうなってしまって失敗することが多いですね。そしたら、まあ、とはいうもの、いずれここへ戻ってきますね。そして、まあ、なるべく靴をピタッと閉じて両方のヒールね、一応ヒールターンというからにはこの回転は当然右足のヒールが中心になるので、両方のヒールというと回転の中心が2つできますから、ありえない話なんですが、接近してますからね、ほとんど2つのヒールでよいしょとなるべく足を行儀よく揃えてこうならないように回りますね。気になる人はというか、ゆくゆくは右足のヒールでこう回るわけなので、左足は少し浮かせてピタッと伸び付けしておきますね。そして、回ればあんまり足はこう離れません。で、終わりましたね。カメラに見やすいように これ終わったとしましょうね。今例えばここら辺から来てヒールターンが終わりましたというか、ヒールターン自体がね。そしたら、まあターンはさておき、ワルツ、スローフォックストロット、クイックはこの後ライズしますね。ワン、ツーですからね。で、ライズしますが、その時に右足は同時進行で、ね、同時進行で前進を開始しますね。つまり左足のかかとが例えば5ミリ余ったら5センチ右足が前に出ているようなね。で、ライズがありますから当然トーからですね。で、さらにグッと上がったらまた前に行ってもね、ですからライズするというのとこの振り出すというのは同時進行で行われて、スースーリーという感じになるわけですね。それでこの前言ったこのね、スリーのまた別の動画でやっていますが、スはスリーはスの時に中間を作ってボールでグッと止めて、リーの時に下ろして腰を真上に持ってくるといいのでね。ではもう一回ちょっとのね、しましょう。いいですか。こう用意してワン、ツーで左に乗ります。ライズしてスリー。では3回ほどで皆さんも一緒にやってみましょう。今度反対側です。全く一緒です。少し内旋します。ターンインですね。サンバのボタホモとかルンバウォークのようにこういうふうに足を開かないようにしましょうね。こうですね。そして早く寄せずにここをちょっとね、強調して寄せてきて、ぐーぐー右足でライズして、こうですね。特に初級とかですね、ヒールターンに慣れていらっしゃらない方は、反対足が出ちゃう。つまり、ワン、ツー、スリーというふうに、右足が出ちゃうけれども、そういう方は踏み替えを意識しましょうね。ヒールターンといえども、普通の3歩の踏み替えなので、ワン、ツー、スリーというふうに、ちゃんと、もし左足後退のヒールターン、右回転になりますね、この時はね。その時も、左、右、左という踏み替えを意識すれば大丈夫ですね。だからヒールターン以外に、こういうふうに、ちゃんとね、踏み替え、ワン、ツー、スリーというね、こういう踏み替えをよく練習しておかれてからヒールターンに臨まれるといいですね。もう一回しましょう。ワン、ツー、スリー。ね。ワン、ツー、スリー。ちょっと足が開いたかな。ワン、ツー、スリー。ね。今日はヒールターンのね、まあ、極意というと大げさですけども、ね、ヒールターンの解説をいたしました。さようなら。